はい、どうも、たかぼんです。ファーミングシミュレーター22ノーマンズランド編、続きを遊んでいきたいと思います。綿花がようやく収穫できるようになりました。ということで今回はこちらの綿花を収穫していきたいと思います。みんな元気だったか？今回は綿の収穫をするぞ。私自身ですね、綿花をこのゲームでやったのは最初の頃にね、ちょこっとだけ契約作業で面積のちっちゃい綿花の畑を収穫したのが最初で最後かな。なので、今回ほぼ初見です。でね、実のこと言いますと、この収録2回目になります。最初にですね、こちらのですね、リザードの元のハーベスターですね、ジョンディアタイプのやつをちょっと改造して色を変えたタイプだと思うんですが、リザードコロサスっていうんですかね、ハーベスターズパックっていうのに入ってるコットンハーベスターなんですけども、これを使ったところね、一番最後に5000リッターぐらいの綿花がですね、機械の中に入った状態で出すことできなくてですね、それでなんか捨ててしまうというね、捨ててしまうというかそのまんま、リースしたんですが返却するということになってしまったので、ちょっともったいないなと思って、それで今やり直してですね、こちらのケースインターのコットンハーベスターを借りてね、やっていきたいなと思います。これは以前にそのやった時にね、使ったハーベスターで、確かね、途中でもね、出せたはずなんですよ。出せたんですよ。面積ちっちゃくて、その畑自体もこの機械いっぱいにはね、なることがなかったので、途中で出して納品するみたいな形でやった記憶がありますんで、こちらの方がね、やっぱりいいのかなとちょっと思いましたんで、収録をし直してね、このコットンハーベスターで収穫していこうと思います。そんな感じです。よし始めるか。あとね、除草剤も巻こうかなと思ってます。今回同時にね、ヘルパーさんにね、やってもらうような形なんですが、なのでとりあえずトラクターも持ってっか。よし、降りましょう。では機械を買うのもあるけど、借りていきます。まずはコットン用ですね、綿花用の機械です。先ほども言いましたが、こちらのケースインターの方をね、使っていきたいと思います。もう50万ドルなのこれ、吹っ飛んでるよ。リース25,500、いいでしょう、借りましょう。借ります。で、コットンとか声がひっくり返っちゃった、コットンを運ぶトレーラーですね。こっちですか。2個にしよう。もったいないな、いっぱいなもんね。いいや、1個で走り回ればいいんだ。俺が走り回ってやるさ。ゆくゆくは購入していきたいと思いますが、今回はちょっとリースでいきます。お金に余裕がないんでね、あんまりね。除草剤を巻くんで、あ、そっか、ナロータイヤにできんのこのトラクター。その前にちょっと、こいつナローにできる？ナロータイヤというのはですね、細いタイヤなんですね。管理用のタイヤ、日本では管理用タイヤとかね、いうふうにも言いますけども、作物の畝の中に入って行う作業をするときに使うタイヤです。通常のタイヤよりもね、幅が狭くて畝にね、入りやすいわけですよ。タイヤこれ、あったナロー、これね、ちょっと細いでしょ。ミシュランのナローにしようかな。はい、それではナロータイヤ1000ドルです。カスタマイズ。これで畑にそのまま入っても作物を潰すことなく作業ができます。クボタですね、クボタでいきましょう。こっちにしよう。シルバー。お、何この XL って、やるじゃない。5000リッター購入。うわ、竹7400になった。いいや、購入。
戻る。で、リアですね。後ろにつける、ブームスプレーヤーです。折りたたみ式ですね。ブームだけど折りたたみ式です。28m でいきましょう。エクセル。7500L。あ、いいですね。スポット散布あり。うわ、めっちゃ高くなる。8万。8万か。いや、待て。スポット防除いらんわ。いやー、どうしよっかな。いらん。購入。だってこれなかっただけで半値になりますもんね。まあ、肥料じゃねえや。除草剤がちょっと多めにいりますけどね。ここに。まずは、トラクター出そう。おお、タイヤが細くなりました。いや、本当はな、こういうナロータイヤで固定できるね、トラクターを作った方がいいんですけどね。こんな感じです。うん。まずコットンをちょっと収穫する前に、除草剤撒いちゃいましょう。あ、除草剤買ってねえや。まあ、いいか。除草剤は、ここのパレットというか、オブジェクトでいいのか。まあ、いろんなパレットとか、大袋とか入ってる中に入ってます。これの、これね、液体なので、ここです。で、除草剤、これ。7500の5000だから、12000。マジか。結構高いな。6本か。あれ ?1 本ずつ?あれ?まとめて買えないの?6本。これでいいっすね。戻る。はは、並んでる。よし、行くぜ。これで除草剤を入れます。で、近くまで行って、ここで、まあ、キーボードでパソコンの場合は R ボタンを押せば。それでは小麦の畑に除草剤を撒いていきます。スプレイヤーを展開します。でけ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 、広い。これ本当に 20m なの、28m なのこれ。40m ぐらいあるように見えるんだが、コースプレーでいきますか。スタートします。ゴー。多分あ、そうですね、一回機械をしまってスタート地点に行くはずです。賢いっすね。あら、結構減るの早い、もしかして。あ、でも枯れてるね。どうでしょう、マップに出んのかな。出ねえな。もう枯れてってますね。よし、いいですね。それでは、よし、いきますぜ。コットンハーベスター、機械を今展開しました。ここで彼もコースプレーでいきたいと思います。 6m 枕地1回、枕地は、あ、じゃねえ、作業の始めるのはフィールド中央で、シャープにしてですね、時計回り で、ここ一番下ですね、フィールドの余白、これをマイナス1にすることによって刈り残しがね、なくなります。機械を上げるスピード、端っこまで行った時に機械を上げるスピード、あれですね、タイミングを遅くします。刈り残しにならないように。で、作業気を下げるスピードですね。今度逆に張った仕事をしだすところを、早くめに下ろすようにします。
で、こいつは15キロで、こいつも15キロ。ターンとリバースですね。こう、生成。うわ、すげえことなってる。ここスタートか。これでしたらやっていきたいと思います。それでは、スタート。ここじゃねえんだよな。ここ買ったけどさ。入り口にしようと思って買ったけど、ここじゃねえんだよな。どこ通っていくの、こいつ。まあ、潰れないからいいけどさ。道を走るよ、道を。おー、すげえ。ちょ、リミッター解除しとこう。お、機械が展開され出しましたよ。さあ、行きますって感じか。お、始まりました。25キロはさすがに速いか。1列2000。はい、それではね、トレーラーを持ってきますか。全然まだ3000ぐらいだもんね。ヘルパー A が仕事か。あー、除草剤散布。ちょっと待ってよ。これ入れるな。これ入れる。ちょっと気をつけて。お、終わってますね。マップ見ましょう。ん？ここに残ってるぞ、少し。おい。ね、はい、全部終了です。そろそろ1個できねえか。まだできないのか。さあどうでしょう。あ、もうちょっとでいっぱいになる。来ますよ、来ますよ。来たー。これが出た。2万リッター。質量4トン。すげえ。ケツからつければ、すくい上げることができるわさ。これで、B かなんか押せばいいのかな。あ、いった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 。おお、勝手に登ってきた。よし、行くぜ。これを、生産チェーンをウールだけっていうのを一回止めて、これですね。ここは同じ量の原料を使って10枚作ることができますからね。こっちっすよね。向こうか。で、この綿花をぶち込んでやればいいわけだ。ここだよね、ここ。下ろし口。うん、行きましょう。はい、ちょっとこっちだ。行っ
と、あれ消えねえぞ。あ、消えた消えた消えたびっくりした今消えねえかと思った一瞬、違うのとかって思っちゃって、こっちのやつじゃダメなのって入った。これで来ましたね、2万リッターいいんじゃないですか。麺の残った枯れ株をカルチベータで敷き込んでいきます。そしたらこれで行ってみますか。どう、いいね、ゴー。走ってさ、ストップ、マップ確認。工作済みになりますね。工作済みになります。ちょっと待ってよ、これってマルチャー、あ、1個生きてる。マルチャーかけたらどうなるん。マルチャーで処理して突き込んだ時との違いを確認します。まあ、今何をしようとしているかと言いますと、直で綿花の残った地上部をですね、一気に土の中にですね、突き込んでしまうのがいいのか、もしくはマルチャーをかけてから突き込むのがいいのかがですね、どっちがいいのかが分かんないので、一回ちょっとマルチャーをね、今借りてきて比較してみようかなっていう感じです。そしたらですね、このマルチャーをかけたところをですね、突き込んでいきたいと思います。マルチャーをかけないでいきなり突き込んだところと、マルチャーをつけて処理した後に突き込むのではどちらの方がいいのかを検証します。ではマルチャーかけたところとそうでないところを突き込んでみました。こっち雑草成長中、pH 値は有料で、窒素値は25キロですね。お、ちょっと違うぞ。20キロだこっち。え、ってことは5キロ変わるんだ。どっちも雑草が成長中となりますね。まあ、pH 値は変わりません。ただ窒素値がやっぱりですね、粉砕して突き込んだ方がいいようです。まあ粉砕した段階でも窒素値25キロになってるんですね。なるほど、へえ。まあ両方とも雑草ひでえな。よし、わかった、じゃあ突き込んでから入れようってことで、麺の収穫作業終了までスキックします。きれいに買ってくれるね、いいじゃん。すげえ、1万7000リッターあるぞ。8万リッターぐらい一応取れるんだね。うん、いいですね、終わりましたね。一応全部で、7万7510リッターですね。で、こいつはね、出すことができる。持って、待てよ、まず消すわ。中身をですね、こんな感じで未完成のベールを下ろすということでね、下ろせますんで、下ろし口に直接下ろしに行こうぜ。いや、そこまだちょびっと残ってるやつが多分来月の刈り取りになると思うんで、11月の刈り取りになると思うんで、この機会をね、刈り取ることにしようか。はい、来ました、ベールを下ろす。うわい、来た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 。ドン、
消えた。こういう風になるんだよ。とりあえずね、収穫の方はね終わりました。で、翌月の8時かまで時間を進めてですね、最終的にどれぐらいですね収入を得ることができるかを見たいなと思います。それでは翌月に進むのだ。あ、これですね、だいたいこんなもんでしょう。売った金額がね、全部で15万7千ドルぐらいですね。ウールの供給もありますし、まだ4万9千ぐらいありますんで、全然余裕ですね。生地も残ってますし、いいね、いい感じじゃないですか。しばらくいい感じで収入があると思われます。じゃあ今回はここまでということで終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。また見に来てください。よろしくお願いします。それではまたです。